はいどうも、エージェント D です。ということで、今回は、アルティメットルミナス17、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、ということで、ウルトラセブン X となりまーす。かっきょよ。第一印象、かっきょよっていう印象ですけど、足元からずーっとね、見ていきたいと思います。まあ、ウルトラセブン X と言うたらばですね、まあ、基本的にはね、結構ウルトラセブン X のフォルム、してるんですけれども、いやまあ、なんと言ってもね、このね、鱗のね、表現ですよね。こちらがですね、かなり、細かくね、造形されておりまして、わかりますでしょうか？この鱗の表現、ずらーっと、こちらがですね、すべてしっかりと彫られております。これが素晴らしいですね。ウルトラセブン X の特徴でございます。筋骨隆々な、このね、肉体美っていうところもですね、再現されておりまして、筋肉の起伏っていうところも造形されております。いやー、いいですね。スタイルがめちゃくちゃいいですね。んで、ぐーっとファイティングポーズを構えていて、めちゃくちゃ、ファイティングポーズもかっこいいですね。よっしゃーみたいなね。こんな感じでね、結構声が聞こえてきそうですよね。で、プロテクターの部分もね、細かくね、造形掘られております。こんな感じで。確か、ソフビとかだとね、プロテクター一個一個塗装入ってたような気がするんだけど、さすがにアルティメットミナスだと、その辺は厳しいかなーっていう感じがありますかね。まあでも、これでも十分すごいけどね。うん。で、すでにですね、ルミナスユニットを入れて光らせてある状態でございますが、お顔、じゃーんと、ドアップで。いや、どうですか？鋭いね。目つきが悪いですね。でもこれがウルトラセブン X のかっこよさのポイントでございます。ギャーンと尖った目がですね、しっかりと下げされております。ビームランプは、そうですね、塗装ですね。で、目の部分がね、光ってるわけですけれども、のぞけな部分もしっかりと塗装入ってます。こんな感じで、うん、光ってるのもね、わかるかなと思います。アイスダッガーのこの頂点の部分も、モールドしっかりと入ってるのもポイント高いですし、造形がめちゃくちゃ細かいですね。まぁ、ちょっと覗き穴の位置がずれちゃってるから、まぁ、これは書き直した方がいいかもしれないですね。うん。あとそう、アイスラッカーも結構デカめというか、ね、鋭い感じの造形になってますね。いや、鋭いな。全体的に造形が鋭いね。背中側もしっかりと塗装されております。はい。やっぱこう、肩のね、この辺の起伏が結構派手に造形されてるので、やっぱこの辺がセーブ X の特徴だな、かっこよさだなって、うん、感じがしますね。肩や、胸のプロテクターの六角形の、鱗のようなモールドもしっかりと再現されております。いや、こうやってウルトラセブン X のフィギュアを触ってると、いや、もう一回ね、セブン X ね、見たくなりますよね。個人的にね、好きなのがね、そう、ウルトラギャラクシー大怪獣バトルで、キール星人をね、演じられてた、唐橋充さんが、登場した回。あの回とかね、僕結構好きで、あとね、第4話なんかはね、後味が悪くて、最高に、ウルトラっつうか、つぶらやっぽくて。なんか、この辺はちょっと、僕の金銭に触れますね。まあ、ウルトラセブン X、深夜のね、番組っていうことで、めちゃくちゃね、ダーティーな雰囲気でね、面白いので、しかもワンクールしかないですから、結構ね、サクッとね、見終えることができるっていうのもポイントですし、セブン X ね、結構好きなんですよね。新規造形で帰ってまいりました。我らがヒーロー、ウルトラセブン。はい、ということで、いや、アルティメットルミナスで、何度も商品化はされておりますが、なんと今回は新規造形で帰ってまいりました。まあ、このね、ブーツ加減とかはね、こういつも通りね、しっかりと再現されているっていうところのポイントで、あとはですね、こうシルバーラインもね、スーッと入っていて、あとやっぱ、上西さんらしい、ちょっとドシッとしたようなね、体型なんかもですね、再現されていると思うんですけれども、今回やっぱ、特筆すべきポイントは、ストップ光線っていうところですかね。ぐっとお顔ですね、寄って見ていきましょう。いや、顔の造形が本当にいいんだけど、ビームランプもちゃんと光るんだ。顔の造形がすごい。いや、正直で、前回の、元々出てたアルティメットルミナスのウルトラセブンも、まあ、なかなかのね、やっぱクオリティだったし、このサイズでこのクオリティのセブン手に入るんだっていうね、喜びの方が大きかったんですけど、やっぱ今回、
回また顔の再現度がより一層高くなってる気がしますね。いかがでしょうか。よーく見るとね、これね、目のね、放射状のね、ラインなんかもしっかりとね、入っていたりだとか、あ、覗き穴の具合とかもすごくちょうどいいですね。はっ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 は、かっこいいなぁ。真正面セブンかっこいいけど、斜めセブンもかっこいい。たた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 らたたらたたら。あとやっぱね、ルミナスユニットが結構綺麗に目に届いて光ってくれるので、この辺はありがたいですね。初期の方だとね、ちょっと目の光がちょっと弱かったりとか感じてましたけど、今回すごい目の光が綺麗に行き渡っていて、この辺素晴らしいですね。アイスダッガーなんかもしっかりとね、造形されて、綺麗にね、再現されております。ウルトラセブン、ちょっとこのメカニカルなね、この辺の頭部の感じとかもね、細かく再現されてますし、電池パック。電池パック、僕ね、やっぱ電池パックな、ウルトラセブンやっぱ電池パック、じゃないですか。いや素晴らしい、素晴らしいですね。ちょっと引きな感じでこんな感じで見えてみますか。素晴らしいじゃないですか。いいじゃないですか。いや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 、しかもね、アルティメットルミナスでもうすぐエレキングがね来ますからね。まあそういったところでもこのセブンさんがいてくれたらより燃えますね。ディア、いやー、森粒さんの声が聞こえてきそうだ。はい、ということで今回はアルティメットルミナス17、ウルトラセブン X、 そしてウルトラセブン、こちらをご紹介いたしました。本当はね、ストラクチャーもろもろすべて集めるとですね、そして願いを叶えたまえ、出てこいパンドンつってね、まあパンドンが完成するっていうことでね、もちろん存じてはおりますが、ごめんなさい、グリッドマン貧乏でね、ちょっとね、ちょっと予算が回らない。ちょっと今回はですね、ウルトラセブン X とウルトラセブン、この2体だけなんとかね、ゲットすることができたっていうところで、パンドの残骸がね、残るっていうところで、ちょっとそれだけ悲しいんですけど、悲しいんですけど、いやでもね、このね、フィギュア、セブンもセブン X もね、めちゃくちゃね、出来がね、いいです。しかもセブン X に関しては、なかなかやっぱね、フィギュア化してくれることがね、少ない。今からやっぱセブン X の何かおもちゃ出るって結構ハードルが高いので、まあそうなった時にね、このカプセルトイのガシャポンで、ウルトラセブン X がまず手に入るっていうのは素晴らしいことだと思います。で、しかも、ただ出るだけじゃなくて、とても造形も良くて、クオリティが高いっていうところで、これはね、本当にセブン X におすすめですね。で、ウルトラセブン、ウルトラセブンは、正直セブン持ってるしなって多分ね、思う方もね、多いと思うんですよ。騙されたと思って手に取ってみてくれと。このセブンは一味違うぜと。今までのウルトラセブン、十分にかっこよかった。だけど、今回のストップ光線のウルトラセブン、これもう一回手に取ってみてくれと。これも騙されたと思って飛ぶぞというところで、こちらのウルトラセブンもね、おすすめでございます。もう持ってるからなんて侮る流れ。このセブンもまた素晴らしいウルトラセブンに仕上がってます。おすすめです。はい、以上出てきましたでした。それではバイバイ。セブン X 見たくなっちゃった。